こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはプロイセンドイツ宰相オットー・フォン・ビスマルクのこの言葉。私は世界が神によって支配されていることを信じている。私はこの信念によってうまく乗り切ってきた。それだけが私に持ちこたえることを可能にしてくれた。これはキリスト教の神だけではなく、この世界で自分が見えない大いなる力によって生かされているということです。この自覚があれば謙虚にもなれるし、窮地に追い込まれた時でも平静を保つことができます。そして何よりも、いざという時に助けの手が現れる強運体質の持ち主になることができます。今日はビスマルクの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。